田道館、元祖江戸っ子、扇ヶ谷通上杉に尽くしたスーパー火災。歴史の細道、案内人の沙織です。今回ご紹介するのは太田道館。最初の江戸城を作った人として有名な人物で、彼の生きた時代背景は南宋里見八犬伝のモチーフにも使われていますね。江戸っ子に人気の道館さんは実際どんな風にすごかったのか、混乱を極めた室町後期の関東情勢とともにお伝えしていきたいと思います。ややこしすぎる〇〇上杉。太田道館こと助長は永享4年1432年太田助清の嫡男として誕生。出生地は関東のどこかという以外不明で諸説あります。太田氏は代々扇ヶ谷通上杉氏の家裁、家長代理を務めていました。道館というのは法名で、この名乗りを始めたのは40代頃なのですが、ここでは通りの良い道館でお話を進めていきましょう。太田道館を語るにおいて欠かせないのが扇ヶ谷通上杉氏なのですが、この当時の関東の勢力をさらっとご紹介するとこんな感じです。時は室町時代中後期、相模の国鎌倉には室町幕府の関東支部鎌倉公方が置かれていました。いわば関東の将軍様です。公方様に就任したのはもちろん足利一門。その補佐役、関東管領を務めたのが上杉氏。本来なら協力して関東一円を治めるはずの鎌倉公方と関東管領ですが、実際には仲が悪く対立していました。上杉氏はさらに多くの分家に分かれ、そのうちの山之内上杉氏が関東管領職を独占。太田氏の主家扇ヶ谷通上杉氏は山之内上杉氏を補佐する役割を担っていました。道館がまだ8歳の頃、鎌倉公方足利持氏 VS 管領上杉憲実の抗争が起き、持氏が敗北して自害。憲実は乱の責任を取って嫡男憲忠に家督を譲りました。道館の父助清は山之内上杉氏の家裁である妻の父長尾景仲とともに関東管領となった憲忠の補佐にあたっていました。とんちの効いた少年時代、助清景仲はともに博識で知られる秀才で、二人の血を引く道館もまた非凡な子供でした。ある日、聡明すぎて子供らしくない道館を心配した父が、知恵が働きすぎるものはよからぬことを考える、曲がっていては使い物にならぬ、障子を見よ、まっすぐだからこそ役に立つであろうと諌めると、道館は屏風はまっすぐでは役に立たず曲がっていてこそ使えますよと反論。さらに父が、おごれるものは久しからずと書いて床の間にかけると、道館はこれに書き足しておごらぬものもまた久しからずとしてしまいました。さすがに父も腹が立つやら感心するやら、当の道館は怒られる前に逃げていったといいます。なんだか一休さんかカツオくんみたいなユーモアあふれるやりとりですよね。山吹の娘。道館は青年期に和歌に出会い、文武両道を極めていきますが、歌人として目覚めたきっかけとして有名な伝説があります。現在の埼玉県小越にあった父の屋敷を訪れた道館、にわか雨に降られたため近くの農家に立ち寄って蓑を貸してほしいと頼みます。出てきた農家の娘は恥ずかしげにうつむいたまま無言で一輪の山吹の花を差し出しました。これには訳が分からず怒って帰ってしまった道館。後日この話を聞いた家臣が、それは御周囲和歌集の金明親王の身歌ではないでしょうかと娘の真意を教えます。七重八重花は咲けども山吹の、実の一つだに泣きぞ悲しき。花は咲いても実の一つすらないこの山吹のように、実の一つも持たない
貧しく悲しい身の上です。この山吹に深く感銘を受けた道灌は、熱心に和歌に取り組むようになったということです。猫地蔵、道灌と黒猫。道灌は和歌の他にも易学や建築、築城にも通じ、兵士たちの鍛錬や四季紅葉に熱心に携わり、神仏への信心も深い人物でした。なんと縁起物、招き猫の起源にも関わっているそうで、面白いエピソードなのでご紹介しましょう。砲術する長尾景春の乱での豊島氏との戦いで、負傷して道に迷い、ピンチに陥っていた道灌。ふと顔を上げると、一匹の黒猫が、こっちにおいでとでも言うように手招きしています。疲れ切っていた道灌は黒猫についていき、たどり着いたのが新宿区の慈生院というお寺。ここで体を休めて助かった道灌は、後にこの黒猫が亡くなった時、感謝を込めて猫地蔵を奉納したといいます。これが招き猫発祥伝説の一つとされているのですが、慈生院では現在でも毎年2月に猫地蔵祭りが開かれ、年にこの日1日だけ道灌奉納の秘仏猫地蔵が御開帳になるそうです。 VS 古学坊、長い戦いの始まり。さて、話を戻して、文安6年1449年、道灌18歳の頃、足利持氏の遺児重氏がわずか12歳で鎌倉公方を復活させていました。ところが翌年出家して同心と号していた父と祖父景中が重氏の御所を襲撃。かろうじて難を逃れた重氏は、その4年後の享徳3年1454年の暮れ、父の代からの恨みつらみを募らせて、現職の関東管領上杉憲忠を暗殺します。両上杉は重氏と交戦するも大敗。以来約30年にも及ぶ享徳の乱にもつれ込みました。その後、足利重氏は幕府からも見放されて朝敵とされてしまいますが、ならばいっそと鎌倉を放棄、下総の国古賀に逃れて古賀公方と呼ばれるようになります。この足利重氏という方、幼少期から大人たちに翻弄されて、さぞかし心に闇を抱えていたのではと思いますが、なかなかタフなお方だったようで、上杉氏との長年の抗争を戦い抜き、最終的には朝敵の汚名まですすいでいます。道灌は弘昭2年1456年、25歳で家督を継承。扇ヶ谷津上杉氏家裁として、6歳年下の古学坊足利重氏との戦いに身を投じることになります。江戸城を築城。古学坊との勢力的境界が利根川下流に沿っていたこともあり、とりあえずの急務は相模と下総の間、武蔵の国に防衛拠点を増やすことでした。同心道灌親子は抗争の最前線に、湿地や川を巧みに利用した要害川越城、埼玉県川越市を築城。さらに古学坊に組みする房総の国衆千葉市への備えとして、豊島郡に城を築きます。国衆江戸市を立ち退かせて築いたこの城こそ初代江戸城です。この頃の江戸は東側を海が迫る湿地帯、西を山と草深い荒れ野に囲まれて広い土地の得られない、要害としてはもってこいの場所でした。現在の江戸城皇居は徳川家康以後のものですが、道灌の時代の面影を残すと言われているのが道灌堀。普段は非公開ですが、春と秋に一般公開され、特に春の桜の時期は美しく、500年以上前の野趣あふれる風景を彷彿とさせます。長禄元年1457年4月、道灌は城主として江戸城に入城、周囲に睨みを利かせつつ兵の練成に努めました。戦乱の世の幕開け。翌年
幕府とも対立を深める古学坊に対処するため、時の将軍足利義政は兄政友を新しい鎌倉公方として関東に送り込みます。しかし情勢があまりにも不安定だったため、政友は伊豆堀越にとどまらざるを得ず、堀越公方と称しました。上杉一門は堀越公方に従いましたが、政友の下校に携わった足利一門の渋川氏と犬掛上杉氏が山の内上杉氏に対抗、関東管領の旧名称である関東執事を称したことでさらなるいさかいを招いてしまいます。おまけに疑心暗鬼になった堀越公方が道館の主扇ヶ谷の上杉持友に謀反の嫌疑をかけてきたりと、もう何が何だか分かりません。応仁元年1467年には京でも応仁の乱が勃発して、日本全土が大混乱、戦国時代の幕開けでした。こうして古学坊との戦いはずるずると続き、もうすぐ20年になろうかという頃、今度は山の内上杉氏の火災長尾氏で相続争いが発生します。火災長尾景信の死後、関東管領上杉昭貞が長尾の家督を景信の実弟忠景に取らせたことがきっかけで、亡き景信の嫡男景春が不満を表明。文明8年1476年に反乱を起こしたのです。しかもあろうことか、景春は古学坊に寝返ったのでした。長尾景春の乱、道館にとって忠景は叔父、景春もいとこにあたりますから、なんとか仲裁して家中の混乱を収めたいところ、上杉や貴貞にひとまず忠景殿を家督から下ろすべきですと進言しますが、聞き入れてもらえません。それもそのはず、秋貞の狙いは長尾家中を争わせてその勢いを削ぐことにあったのです。そうこうしているうちに、今度は駿河の今川氏で家督争いが起き、堀越公方がこれに介入、上杉氏も仲裁を命じられて、道館も駿河入りしました。道館が駿河へ出立する前、景春はいとこの吉見で味方についてほしいと打診してきましたが、道館は断っていました。道中気が気じゃなかったと思いますが、予感は的中してしまいます。当時山の内扇ヶ谷上杉氏は古学坊への前線基地として、現在の埼玉県本庄市に伊香保の陣と呼ばれた城を築いていました。景春は道館不在の間にこの伊香保の陣を攻めて上杉昭貞を撃破、豊島氏などの国衆を味方につけて昭貞を上野の国に追いやったのです。道館は駿河から戻ると、豊島氏の石神井城をはじめ、敵対する成田氏の忍城、千葉氏の臼井城などを転戦、さらには景春の拠点八幡城を包囲しつつ、同時に古学坊との和睦も模索するという超人的な大活躍をします。道館は景春型の城を次々と落とし、4年に及ぶ長期戦の末、ついに景春の最終拠点日野城を落とします。景春は落ち延びて古学坊のもとへ転がり込み、道館は上杉氏の危機を救ったのでした。京徳の乱が収束、しかし長尾景春の乱が一段落した文明14年11月1483年1月、古学坊と上杉氏との間で和睦が成立。30年近い年月を費やした京徳の乱がようやく終わりました。この一連の戦いについて道館は、今の上杉があるのはわしのおかげだと豪語していて、本当に全くその通り、その通りなんですが、この自負が道館の命を縮めることになってしまいます。自他ともに認める道館の大活躍によって、主家扇ヶ谷津も関東管領山の内に劣らぬほどの勢力となり、
家中での道官の発言力は絶大になっていました。こうなると疑心暗鬼が頭をもたげてくるのが乱世の常。扇ヶ谷津当主上杉貞政は道官の力を恐れて冷遇、やがては謀反を疑うようになります。流星を隠さない道官に家中でも妬みや反感を抱く者が増えていきました。道官自身は待遇面に関して不満をこぼすことはあったようですが、謀反の疑いや誹謗中傷の類についてはノーコメントを貫きます。しかし迫り来る身の危険を感じたのか、嫡男助安を和議の人質にとかつての敵古学坊足利重氏に預けていました。道官暗殺。文明18年1486年7月26日、道官は上杉貞政の居館粕屋館神奈川県伊勢原市に招かれます。まずは風呂でもと勧められた道官は風呂上がりで丸腰のところを刺客に襲撃されたのです。刺客は歌人としても知られた道官に、かかる時さこそ命の押しからめ、こんな時どれほど命が惜しいと思うんでしょうねと上の句を読みかけます。道官は致命傷を受けながらもひるむことなく、かねて亡き身と思い知らずば、常に死を覚悟していないものであればそうであろうなと下の句を読んで自制とします。そして道官は最後に東方滅亡、扇ヶ谷津も滅亡するぞと言い残し絶命。享年55、粉骨砕身した忠義を主に裏切られた末の無念の死でした。後年道官の予言の通り、両上杉氏は没落の一途をたどり、やがて長尾景虎こと上杉謙信が登場してくるのです。まとめ。青年時代から戦に明け暮れ主家に尽くした太田道官、政治、軍略、築城、武芸に秀でた秀才であり、幼い頃からユーモアのセンスも持ち合わせ、和歌を愛した文化人でもありました。江戸城の生みの親でもあり、その非業の死の間際まで豪胆で粋な男ぶりを見せつけた生き様は、いわば江戸っ子の元祖。山吹とは違い、花も実もあるいい男だったんですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。